石井正宏は、日本の政治家、建設官僚。自由民主党所属の参議院議員、経済産業副大臣県内閣府副大臣。公選14.1516.17代、岡山県知事、参議院内閣委員長、文部科学省中央教育審議会委員、自然エネルギー協議会初代会長歴任。1945年、岡山県浄土。 郡三政村に生まれる。岡山県立岡山三沢山高等学校、東京大学法学部を卒業。1969年に建設省に入省し、岐阜県民生部児童家庭課長、建設大臣秘書官、民間住宅課長、河川総務課長、大臣官房文書課長、建設大臣官房審議官などを歴任。1996年、 6期24年にわたり、県知事を務めた、長野史郎の引退に伴い新人対決となった、岡山県知事選挙に、自民党衆議院議員の平沼武雄に誘われ、自民党推薦で立候補した。元衆議院議員で、新新党推薦の枝さつきが、新新党衆議院議員で、元農林水産大臣の加藤む月が、新新新党を支持していた。 総科学会からの支援を受けたことにより、激しい選挙戦となったが、枝さつき、日本共産党推薦の前立を、無所属の辻山清志らを破り、初当選した。知事一期目から、行財政改革に取り組み、通商産業省官僚で後に、大阪府知事となる、大田夫妻を副知事に迎えた。2000年の岡山県知事選挙では、自民党、民主党、公明党、 社会民主党の推薦を受け、共産党推薦候補を破り、再選。さらに2004年の岡山県知事選挙でも、自民党、民主党、公明党、社民党の推薦により、共産党推薦候補を破り、参選。4選を目指した2008年の岡山県知事選挙では、前任の長野に続いて、多選となることや12年間県政を、 担当してきたにもかかわらず、同年6月に財政危機宣言を発表したことなどが批判され、政党からの推薦が見送られることとなった。対立候補は、元岡山市職員で地区はえ奏者として知名度のあった住宅正サに一本化され、政党の推薦を受けない者同士の選挙戦となった。約31万票を集めた住宅に対し、 石井が36万8000票を集め新賞した。石井に対する批判のほか国政における自民党への批判も影響し、岡山市や倉敷市など都市部の一部では石井の得票を住宅の得票が上回る現象が見られた。2012年6月の岡山県議会代表質問において、 同年10月に行われる知事選挙への不出馬を表明し、同年11月に岡山県知事を退任した。同時に2013年夏の参議院議員選挙に自民党公認で立候補することを表明。2013年7月の第23回参議院議員通常選挙では自民党、公明党の推薦を受け、岡山県選挙区より立候補した。 49万票を獲得し、元民主党衆議院議員の高井隆共産党推薦の柿内京美、幸福実現党推薦の安原その絵を破った。同選挙区で自民党が議席を獲得したのは2001年の第19回参議院議員通常選挙以来12年ぶりとなった。2019年の第25回参議院議員通常選挙で、 立憲民主党公認の原田健介らを破りに決めの、当選、多多数、ありがとうございます。